ちょっと続きなんですけど、これさ、星空水着、これ、三河子弱じゃないですか、下。16だよ。で、三河子ム、えっと、なんだっけ。三河子ムーブで17、6、7、18か。で、忍びムーブで17でしょ。で、三河子持ってないから、これ引くしかなくない？これ。ちょっとこれでも10連点とかないんだね。10連確定とかって水着は。いやでもこれ、僕三河子装備持ってないから、海王神クリアできなかったっていうのもあって、これ三河子やるしかないよ、これ。ちょっとどうしよう。10回ぐらいやってみようか。いくよ、これ。当たるかな？10回ぐらいだったらやっていいけど。来い！何？おしゃれな水着下。回復これいらない。ちょっと10回やってみてダメだったら。まあ、だって、見返しっていつ来るかわかんないし、HP も大きいもんね。来い！お願いします！ちょっと待って、同じじゃないの？これ。え？なんで2回跳ねた？あ、女性の方？やばい。ちょっとこれ当たるかな？俺こんなのにジム使っていいの？っていうかそもそも。お願い100%当たって、100%のやつ。星ドラ100%。来い！いや、いらねえわ。ちょっと、これ、やべ、これこそ闇？もしかして。あ、これね、でも4%なんだよね。やばい。あと2回ぐらいで1回やめとこうか。もったいないかな。来い！お願い！いやー、やべえ。なんだよ。もう一回行く。いやでも俺1200のやつ多分買うんで、5枚のやつ。いやでも1個はやっぱ当てた方がいいな。ほんとここいいとこで当てていかないと三河内弱入んないからな、下。お願い！いやーちょっと全然出ないわー。まあいや、そうですね。10回ぐらいはじゃあいいや、もう。あと3回ぐらいはやろう。いやー、ちょっとこれこそなんかすげえもったいないことしてる気がするんだけど。でも、三河子弱はちょっと絶対欲しいわ。下持ってないから。100%来てる！お願いします！ああ、もうやばい、来ないわ、やばいわ。なんだこんな、もう全部出てんのに。いやー。まあ、まださ、ジェム100ずつだからいいけどさ。なんか10連とかになってほしい。そしたらすっ、ああ、でもそれだともっとやばいのか。お願いします。来い、来て！おねえ、なあ、もう全然来ないわ。やばいやばい。よし、もうラスト。ちょっとどうしよう。でも、ジェム100でさ、下手に入る可能性があるんだったらこれいいよね。来い！お願い！じゃあ、ダメだ。どうしよう。こうなったら、メタスラの水着なんだからさ、ちょっとこれやってよ。4%じゃなくて。44,300あんのか。いや、全然出ないんだけど、この。いや、でも三河子弱だもんな。あ、これそもそも下？あ、上？
水着だからこれ上なのか、下じゃないんだ。え？そういうこと？これ下、でも上下かこれ。これどうなんの扱い？ちょっと、すげえ先陣無駄にしたんですけど。マジで？これ、俺もうこれさ、この下っていうイメージがあったけど、そう、これ、蝶ネクタイついてるの、これ見えないよ、星で。見にくいよ。よく見れば見れるけど。超バカやったんじゃない？これ。そっか、今俺何連ぐらいしちゃったかな？ちょっと見てみようか。クソバカじゃん。売る。1、え？何連したんだ？ 1、2、3、4、5、6、7、8。でも8か。800ジェムをちょっとドブに捨てたかもしれないです。これ上下装備ってことだよね。違うの？装備してみりゃわかる。水着ってどういう扱いなの？俺初めてなんですけど、水着って着たことがないから。これ、そっか、取り出さないといけないのか。マジで。ちょっとなんかもうボタンどこだ？ボタンが多い。取り出す。だから例えば、男、あれこれ、何？全部女性ものになってんの？あれ？さっき男のやつ出てなかった？全部女性なの？これ。なんかよくわかんないですね。でもこれ星5、でも売ってこれ1000になるのか。そういうことだよね。だったら全部売るわ、これ。とりあえず取り出す。これ桃井集めにいいってことじゃない？じゃあ。そういうこともできるってこと？これさ、装備を売るにしてさ、これ体上扱いってことだよね。そうだよね。桃井はこれ100なんだ。やっぱそこまで美味しくないか。ロック解除。そうだね、やっぱね。危ねえ。ちょっと気づいてよかったわ。ちょっと800ジムやっちゃったけど。800ジム使うんだと俺ロッカー増やしたかった。これ男キャラだからダメだ。女キャラにして。そう、これ男性キャラ男とかで装備変わるのが多少最近めんどくさくなってる。そうだよね。こういうことだよね。で、水着にしたら下はもう水着なんてないもんね。だから体上装備なんだね、水着って。こういうのちょっと知識としてなきゃダメだね。まあ、星ドラ歴長いんですけど、水着とかさ、こういったなんかアバター系は一切興味なかったんで、全く気づかなかった。まあ、わかる人にとってはお前何やってんだって話だよね。いや、マジか。詳しく見る。そうだよね。これ、体上とかなんかそういう表記もないし、確かに蝶ネクタイあるから、これ星ドラ100%の水着ってさ、だって思いっきりこれ、下の装備っていうイメージあるじゃないですか。うわぁ、マジか。そっか。下と上で分かれるんじゃないんだね。だから、まあ、ちゃんとよく見てないでジェム引いちゃったの悪い、ジェムというかガチャ引いちゃったのが悪いんですけど、俺てっきり水着も上と下があるんだと思って、で、これは下装備だと思ったんですよ、単純にね。でも他の見てみ、あ、そう、だからこれはじゃあ、パステル水着っていうのもこれ上の装備になるの？その辺がちょっとよくわかんない。これは下の装備になるのかな？だけど、アキラ100%は蝶ネクタイもついてるでしょ？ってことは、これ体上になるのかな？ちょっと一旦調べます。だけど、なんかこれ体下、そんなのわかる人、なんか書いてる人いんのかな？
詳しく見るでこれさ、体上なのか下なのかとかって出ない？どっか。水着だけしかない。あ、鎧のマークだから体上だよね、これ。そういうことか。ここで判断すりゃいいのか。そうだよね。パステル水着とかさ、この星ドラ100%の水着の左に鎧のマークあるもんね。で、さっきの下は何になるの？あれ？出てこないよ。この下は？あれ？見れない。なんで下が出ないの？あ、な、どういうこと？あ、女性キャラに俺してるからってこと？マルチで。違うよね。男性キャラになってるよね。よしまるになってるよ。なんで女性キャラしか、あれなの？え？ちょっとわかんない。こうやると、これだって男性でしょ？男用でしょ？詳しく見るになると、パステル水着になっちゃうんですけど。だけど男なんだけど、なんで？でも、鎧上のマークになってるから、これ体上なんだね。いやー、ちょっと気づいてよかった、早く。まあ一応ジム4万4000あるから、まあちょっと痛手は少ないんですけど、まあちょっとおバカ動画が撮れたかなっていうところで終わりにしますか。いや、ちょっと知識不足怖いなーっていうか、まあ水着俺は、え、皆さんは知ってました？こういうの。俺水着なんてさ、ガチャ引いたの初めてだしさ、三河市があるから下だと思って引いたんですけど、体上だったっていうオチでした。気づいてよかったなぁ。まあ、この今引いちゃった分は、これでもう取り戻す。これ買おうと思ってたから、なんだっけ。まあ、金髪交換もあるんですけど、1200で金髪交換ついてくるのは多分買おうと思うので、あと960とかそういうお得なのは買っていこうと思ってるんです。ので、まあ、それでちょっと、長期戦にしようかなって思います。やっちまったな、動画でしたね。はい、じゃあ、さようなら。